はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回はなんとあの大人気 YouTuber のあまねこさんとコラボ第2弾ということで、ありがとうございます。いやもう超ご多忙を極めるあまねこさんにわざわざなんとですね、うちのガレージハウスに遊びに来ていただきまして、もうですね直前にあまねこさんの動画に私が出演させていただくというコラボ動画も同時に上がってるかと思いますので、そちらもぜひねちょっとチェックしていただければと思います。あまねこさんをうちで雇うのかという動画が上がってると思いますので、はい、雇っていただけたらなということで、はい、今日はお邪魔したんですけど、どうでした働きぶり。いやめちゃくちゃいい働きっぷりで何の働きをしたのかっていうのはちょっとあまねこさんの動画を見ていただければと思うんですが、今回ワンソクチューブの方であまねこさんに、コラボしていただくのはこちら IS500。 いやーこれ私もちょっと買おうか悩んだ車なんですけど、はい、IS300 っていうのはね私も乗ってたんですけど、いやめちゃくちゃかっこいいですよねこれ。すごいいい車でもうめちゃめちゃ走らせてます。なんか来る時もめちゃくちゃいかつい音がしてたんですけど、そうなんですよね、こちらの試乗動画ではなく今回はですねあまねこさんのなんとオリジナル商品が出たということで、はい、そうなんですよ。今回はちょっと私のオリジナル洗車品ブランドミネットの方でちょっと新商品が出たので、そちらをちょっとワンソクさんにご紹介したいなってことで持ってきました。ちょっとねぜひ使わせていただければと思ってます。はい、私自身もねあのズボラ洗車というね、あのできるだけ時短で洗車を済ませたいというズボラな私が作ったあの洗車ブランドを作ったんですけど、それとはまたちょっと違う商品で、はい、私が作ってない、まあ、シャンプーであるとかコーティングであるとか、うん、あとミットとかをあまねこさんが作られているということで、今回、ね、私も使わせていただければと思いますので、それをミネットのシャンプーとミットを使ってこちらの IS500 を、うん、洗車していければと思います。はい、はい、お願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。パッと見めっちゃ綺麗なんですけど、え本当ですか。でもよく見るとめっちゃ汚いんですよ。ほらこれ、まあ、確かになんかこのいいですねこの色、なんかあの意外と汚れが目立たなくて本当ですか。なんか洗車してきたのかなと思ってた。まあ、でもよく見るとあの結構汚いっちゃ汚いですね。フロントガラスとかこんな感じで雨の跡とか残っちゃってたりとかして、はい、よくよくでもボディも見てみるとダストとかも結構ついちゃってるんで、こうちょっと指でなぞると汚いのがつくんですよね。こんな感じ。本当だ、結構汚いですね。はい、実は結構汚れてるんですよ。じゃあこれをちょっとじゃあ洗車させていただければと思うんですけど、はいはい、そして今回使うシャンプーがこちらですか。はい、こちらです。じゃじゃん。これなんていうシャンプーですか。はい、シンガプーラカーシャンプーっていう名前なんですけど、まあはい、いわゆる一般的な中性シャンプーですね。すごく泡立ちがいい商品に仕上がってるっていうのもそうですし、あと実は香り付きなんですよ。おいい匂いなんですね。はい、天然アロマのラベンダーの香りが入ってて、本当人工的な作られた香りとは違くて、なんか癒しになるようなそんな感じの。天然アロマってすごいですね。そうなんですよ、ちょっとそのあたりもこだわって作ってるってことがあるんですけど、はい、ちょっとそれを注いでいただいてよろしいでしょうか。はい、一応バケツ洗車の時は500倍希釈になるんですが、ちょっと中に出すとこんな感じですね。はい、あ色がこういうなんかちょっとピンクの色がついて、はい、そうなんですよね。はい、でちょっとこれで実際に泡立たせてみましょうか。はい、それでは泡立てさせていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあお泡立ちめっちゃいいですね。そうなんですよ、泡がすごいモコモコになっちゃいます。そして香りがめっちゃいい香り。こうやって泡立てるとすごい広がりますよね。でこのモコモコ泡すごいですね。泡立ちいいですねめっちゃ。そうなんですよ、やっぱり洗車機で作んないためにもモコモコなシャンプーがいいなってことで、今回ちょっとこんな感じの泡立ちのいいシャンプーに仕上げてみました。はい、これでちょっとじゃあ、はい、洗っていくんですが、はいはい、ここであれですよね、またあまねこさんのオリジナル用品がもう一つあるということで、はい、お猫の手、しかも中ピンクで可愛いっていう。そうなんですよ、こんな感じで猫の肉球とあの手を催したような感じのミットになってるんですけど、これがめちゃめちゃ便利で、実はめちゃめちゃ便利でよく見てみるとこんな感じで、おこれがもう出したものですね。はい、出したものなんですけど、かなりモコモコのサクサですね。はい、そうなんです。ここ肉球のところは色が変わっているけど素材自体は同じなんですね。なんかこうゴムパッドみたいなのがついてるのかと思ったら、うん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 、そうじゃなくて全部で洗える感じですね。はい、そうなんです。なんでボディを傷つけるようなものは何もついてないということもありますし、あと手を入れてみますと、はい、じゃーん、
指が分割してるんでこんな感じでニョキニョキニョキ動かせるんですよ。4本指、はい、これだとじゃあ細かいグリルのね、あの酸の部分とかああいうところを洗うにもめちゃくちゃ便利そうですね。そうなんですよ。一般的なミットだと袋タイプになってると思うので、うんうん、細かいところの汚れっていうのを落とすの大変だと思うんですけど、この指を入れられるところに、ね、入れてあげればこれで細かいところもしっかり汚れを落とせる。これはなんか洗車しやすそうな感じしますね。そうなんです、はい、じゃあちょっとこれで洗車していきます。はい、やってみましょう。はい、はい、じゃあちょっとこちらの、はい、ロシアンブルーミットを私装着してみましたけど、この私みたいなおじがつけてもこれ大丈夫ですか？いやもちろんですよ。でも男性もちょっと使いやすいようにカラーリングはこんな感じのブラックとグレーにしてるんで。本当にロシアンブルー の、はい、あの猫の毛みたいな色ですね。そうなんですよ、はい、可愛らしくもあるんですけど、にゃんにゃんということで、はいはい、やっていきたいと思います。お願いします。じゃあこの泡立てた、はい、このね、こちらのシンガポールカーシャンプーの泡で洗ってます。すごい、見てください、このプルプルですよ、プルプルですよめっちゃプルプルですね。で、はい、こちらで、まあ、IS 君を洗わせていただくということで、はい、洗っていきたいと思います。よし、ちょっとボンネットがあのこんな感じで長いんで洗うのが大変かもしれないんですけど、よいしょ。はい、じゃあちょっと洗わせていただきます。はい、ほっ、お、めっちゃ泡のキメが細かくないですか？すごい。そうなんですよ、もう本当泡でボディを洗ってあげるっていう感じなんですけど、こんな感じで泡のキメがめっちゃ細かいですね。私今ね、あのこれっていうそのシャンプーを今使ってないんですよ。いろいろあの紹介させていただいたシャンプーで残ってるやつとかで、はい、あの洗わせていただいてるんですけど、ちょっとこれからはこの、はい、シンガプーラシャンプーで、ミネットのシャンプーで洗わせていただければと思います。え、本当ですか？匂いがやっぱいいですよね。そうなんですよ、洗っててもやっぱり普通の無香料でも全然いいと思うんですけど、なんか洗車してる時間が癒しの時間になるというか、うん、本当に香りがいいですね、うん、そうなんです。これなんかスペック的にもなんかこだわりで作った部分っていうのもあるんですか？うん、そうなんですよ、この泡の滑り性がやっぱり全然違うっていうのもあって、このミットをボディにスッとはわせてあげると、やっぱり普通のシャンプーとはだとちょっと引っかかりがあるようなところがあったとしてもスルッと流れていく感じで、うんうんうん、洗いやすいんですよね、純粋に、うん、確かに、はい、このミットもね、手に装着すると馴染む、実によく馴染むぞーっていうくらい馴染みますね。よかった。そしてこういうグリルですよね、はい、やっぱね。そうなんですよ、こう特にアイエスというかレクサスのこのスピンドルの編み編みとかは、はい、確かにいつもどうしようって言って適当に洗ってることが多いんですけど、うん、こういうね、あの指が分かれているものだったらこうやってね、うん、指が入りますからね、こういうね。そうなんですよね、全然ディティーリングブラシ使って洗うもいいんですけど、ちょっとそこまでやるのがめんどくさい人もいると思うんで、僕も超ズボラなんでそこまでもう、あ、もうここは諦めてます、いつもこういうところは。そうですね、でもこうやって指がこうやってちゃんと入りますから、はい、一回一回してズズズズって入れてあげれば、ズボーッつって入りますからズキューンつって入りますから、これだったらね、本当にあのレクサスのスピンドル向けと言っても過言じゃないかも、うん、このアマネコさんのロシアンブルーミットは、ね、やっぱ分割タイプっていうのがちょっといいかなと思って作ってみたんですけど、うんうんうん、こうだから指をね、こう2個にしてこういうところにね、ズボズボつって洗うこともできますからねこれはいいかもしれない。はい、これで結構綺麗になるんですよね。はい、ワンソクさんもご自身で洗車されるんですね。バリバリやりますね。ていうか、あのご存知の通り、あの洗車の案件をたくさんいただいていますので、コーティングとかの、はい、うんうんうん、その度に洗車をしなければいけないので、うん、できるだけ楽に洗車したいなといつも思っていて、まあ、ズボラ洗車っていうねあのやつを作らせていただいたんですけど、はい、このねミットと合わせてやっぱ、うん、ああいうねグリルの周りとか、はい、こういうなんかやっぱ細かいところとかを洗うのは、うん、こういうねあのグローブタイプのものがやっぱ便利ですもんね。そうなんですよね、やっぱり広範囲洗うってなったら、あのズボラ洗車さんのズボラパッドめっちゃ便利だと思うんですけど、さっきのグリル周りの細かいところはこのロシアンブルーミットのようなのが大活躍してくれるんじゃないのかなと。そうですね、本当やっぱその両方あるといいですね。あ、なんでぜひぜひ両方お買い求めいただけると嬉しいです。2級、はい、この辺の、ね、汚れていたガラスの部分もね、しっかりこのミットちゃんで表していただきたいと思いますが、これ
このリバーシブルでこっちの背面の方でもこう洗うことはできるんですか？もちろんです。素材はどちらも一緒になってるんで、全然裏返しにして使っていただいても、こうやって使っても OK なんですね。全然大丈夫です。じゃあ両方に泡をつけて、片側が泡なくなってきたなって思ったらこっち側で洗うっていうのでもいいですよね。ちょっとバイバイしてるみたいでなんか可愛いですよね。本当だ、バイバイ。はい、洗っていきます。はい、じゃあ屋根もね洗っていきますけども、ちょっと屋根はねミッドだと途中央部分まで、IS ぐらいだったら届きますかね。届くんですけど、そうなんですよ、奥の方までってなるとちょっと心もとない感じがあるんですよね。そういう時は、はいはい、こちらのででん腕足チューブ考案のズボラパッドも合わせて使っていただくと中央まで余裕で届くので、すごい奥の方まで両方ねやっぱお買い求めいただくとよろしいんじゃないかと思います。はい、商品の、ね、概要は下の、ね、概要欄にリンク貼っておきますので合わせてチェックしていただければと思います。あとやっぱこういうドアハンドルとか洗うにはまさにこう手の形してるから、はい、普通のスポンジとかだとちょっと洗いにくいですよね。そうなんですよね、やっぱり指を滑り込ませるとなるとこういった分割タイプの方が届くと思うので、うんうん、これはめちゃくちゃ洗いやすいですね。ここまでドアハンドルの内側を洗いやすかったスポンジは今までなかったかもしれない。本当ですか、うん、嬉しい。めっちゃ洗えてますよねこれ。よかった。そう、ちゃんと細かいところの汚れは届いてくれる、ね、これやっぱ両方あった方がいいかも。いや、ありがとうございます。 IS 洗っていただいて、はい、すいません。 IS ちゃんも綺麗になってきましたかね。はい、こういう細かいところ洗うには確かにこういうミッドのような、うん、しかも指先が分かれているような形状してた方が洗いやすいですね、うんうん、そうなんですよね。ここ届かないっていうのが結構ミッドだと多いと思うんですけど、うんうん、これがやっぱり細かいところに指が入ってくれるおかげで汚れがちゃんと取れますよね。はい、ドアハンドルはお任せあるという感じですね。はい、こんな感じでしょうか。はい、すすぎは天猫さんにじゃあちょっとお願いしようかな。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。しょいや、すすぐ姿もエレガントですね。どういうことですか。でもこのシャンプーも結構泡切れもいいシャンプーに仕上がってるんですよ。はい、こんな感じでスルスルっと流れてくれます。スペックはこれ確かなものですね。結構いつまで油水出てもいつまでも泡が取れないシャンプーたまにありますけど、これはバッチリですね。よいしょ。いや、これの他にもコーティングも発売されてらっしゃるんですよね。はい、ベンガルリキッドボックスっていうスプレータイプのコーティングなんですけど、これも実は結構人気で、実はこの IS も今ちょっとコーティング取れてきちゃったんですけど、今まではずっと使ってましたね。コーティングまで幅広くやられてらっしゃるということで、それもね下の概要欄貼っておきますんで皆さんぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。吹き上げもやらせていただければと思うんですけど、はい、吹き上げは天猫さん商品は今のところないですかね。あ、そうなんです、タオルは作ってないんですよ。はい、ということでここではちょっと私の、はい、ズボラタオル紹介させていただきます。これね、私吹き上げめちゃくちゃめんどくさい、今までね合成セームとかで拭いては絞り拭いては絞りやってて大変だったんですが、うん、こちら、一発で拭き上げができるという車のバスタオル作らせていただきました。じゃあちょっと拭き上げていきます。はい、お願いします。はい、拭きますよ。さで、スススススで、おお、はい、結構これで済んでしまうという、はい、本当ですね。ボンネットはだから4回ぐらい投げれば、うん、もう洗車が引き上げができてしまうと。すごい、全く水滴残ってないですよ。はい、じゃあちょっとこちら側も、はい、投げ方が下手ですけど、お、はい、こんな感じでいいですね。綺麗な、これだからあんまりこうゴシゴシ拭かないんでボディにも優しいですし、うんうん、擦る回数自体が少なくて済むんで、うん、こういう磨き傷がつきにくいっていうのもいいんですよね。はい、これでほぼ拭き上げ完了したんじゃないでしょうか。はい、あ、めっちゃ綺麗になりました。ボンネットこれで終了ですね。素晴らしい。はい、こういう車のバスタオル作りたかったんですよ。車のバスタオルって響きがいいですね。こちらね、絞れはしないんですけど、まあ、本当に IS だったら余裕で1台拭き上げられますし、うん、ベルファイアもね、はい、拭き上げこれ1枚でできましたんで、ね、絞らずにこう拭き上げることができる時短ですね。これ多分
き上げ時間半分以下ぐらいになるんじゃないかと思います。うんうんうん、こういったグリル周りとか細かいところはこれのちっちゃいバージョンですね。ズボラタオルの小さいバージョン使っていきます。ありがとうございます。はい、いやでもこれめっちゃ便利。大きいタオルだとどうしてもこれあれですよね、地面についちゃいますね。そう、地面につきがちなんで、これね大小セットにしたんですよね。いつも私やっぱ大きいやつで拭いてた時にどうしても地面についちゃって、あ砂巻き込んじゃったって言ってどうしようってなるんですけど、その時のために今大小セットにして、それぞれ買うよりはちょっとお安くお値段つけさせていただいたというズボラタオル2枚組となっております。ミネットのねロシアンブルーミットと合わせて、こういうねレクサスのスピンドルグリルの吹き上げにも良しという感じですね。本当ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで綺麗になりました。ありがとうございました。ピカピカです。ありがとうございます。この辺汚れていたやつもバッチリ綺麗になりましたね。甘じみもすっかり綺麗になりました。おありがとうございます。ありがとうございます。洗車わざわざしていただいて、はい、すいません。じゃあちょっとこの後少しお話、はい、お話なんかね YouTuber の苦労話みたいなのね、ちょっと裏話うちのガレージハウスでお話ししていければと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、天猫さんがなんかうちの事務所にいるってなんかちょっと不思議な感じなんですけど、常にいていただきたいぐらいなんですけど。いやいや、全然、むしろお仕事いただければ。そうですね。それはちょっと天猫さんのチャンネルを見ていただければと思うんですけど、今お体の方は大丈夫なんですか？あ、そうなんですよ。その年末に488スパイダーの追突事故があってから、実はなんか左半身のムチ打ちがちょっと残っちゃってて、で、事故直後にもちろん整形外科行ったんですけど、その時はレントゲンしか取れなかったんですけど、今になっても痛みがちょっと続いてるってこともあって、ちょっと今度 MRI 取りましょうってことで今病院に紹介状書いてもらってるところで、ちょっとまた検査しなきゃいけないっていう面倒くさい感じにはなってますね。いや結構痛みがあるんですね。あ、そうなんですよ。今も変わらず痛み止めは飲んでやってるんですけど、そんな状態で洗車させたって。いや全然でもお仕事はしないとね生きていけないんで、頑張るしかないんですよ。今でも独立されたというか。あ、はい。でどうですか最近。最近そうですね、 YouTube の方はまあ変わらずやらせていただいてるっていうのもあるんですけど、まあ、監査法人退職して独立して、まあ、法人作ってるってこともあって、そっちの方の仕事が今年、まあ、年末、去年の年末ぐらいからちらほらお仕事いただけるようになってきて、ちょっとそっちが盛り上がってきてるっていうこともあって、そうなんですよ。なのでそっちの方に結構最近は時間を使っちゃってるところがあるんですよね。お順調オブ順調じゃないですか。でもそうですね、 YouTube 見ていただいてる視聴者さんの方からその法人名義でお仕事をいただけるっていうことも増えてきたんで、なんか YouTube やってたことがなんか本業につながってるっていう、なんかもう理想的 なんか、ね、流れですよね。そうなんですよね。ちょっといい循環できてきたなってところは、ね、私はまだまだその全然そういうなんか自分の事業みたいなね、実業みたいなのはやれてないんで、これからねちょっとやっていきたいなと思うんですけど、はい、うん、じゃあお車の話とかも聞いていいですか？あ、はい、大丈夫ですよ。じゃあちょっと天猫さん知らない人いないと思うんですけど、今のこの所有のされてる車って何があるんですか？あ、今はその事故で追突されてしまったフェラーリ488スパイダーが今ちょっと手元にいないんですけど、それ以外だと日産 GTR プレミアムエディション T スペックと、あと先ほど撮影したレクサス IS500 ファーストエディション、あとずっと私が乗り続けているスバル WRX STI という形ですね。4台はい合計が気になるところですよね。まあそれはちょっと天猫さんのチャンネルで どこかにあるんですよね。そうですね、一応金額的なのも、はい、それはちょっと見ていただけること、ね、最近なんかヤフーニュースとかね、アベマ TV とかまで出演されて、もうなんかもうメディアの人って感じになってきてますけど、全然これからなんかその気になる車とか、うん、今後車に関してはどうしていきたいとかってあります？あ、それがちょっと今すごく悩んでるのもあって、まあ、今488スパイダーがちょっとあんな感じで事故で今損傷してしまってるのもあるんで、うん、乗り換えをすべきか修理すべきかっていうのも考えてますし、あとかといって次に乗り換える車っていうのもどうしようっていうのも思ってたりとか、ただこの事故がなかったとしてもちょっと欲しいなって思ってた車は実はあって、
それはいや、なかなか買えない車両なんで、そんなキンキンに買いますとかっていう予定はないんですけど、アメ車で、ダッチのバイパーってご存知ですか、ね、はいはいはい、かついやつですよね。そうなんですよね。かっこいい。すごいちょっとかっこいいなと思ってて、でも調べても日本にも本当数台しか入ってないぐらいの車両なんで、なかなかタイミングがあったりとか、自分にチャンスが巡ってこないと買えない車両ってところがあるんで、いつかはっていう夢見てる感じですかね。これうちのチャンネルで言っちゃって大丈夫なんですか？大丈夫ですよ、全然。はい、天猫さんはダッチバイパーが。そうね、ちょっと気になってるところがあるんですよね。じゃあ今後その YouTube とその今の事業とバランス的には大丈夫なんですか？そうなんですよ、バランスが今ちょっと難しいなと思いつつも、ちょっと YouTube をほぼ毎日投稿って形でやってたんですけど、もしかしたらちょっと今年は投稿頻度が多少落ちるかなと思うんですけど、ただ変わらず活動は続けていきたいなと思ってるんで、ちょっと本業の忙しさ加味しつつっていう感じではありますけど、自分なりのペースで成長していけたらいいかなって感じですかね。休めてます？そうですね、丸一日オフっていうのは多分満足さもないと思うんですよ、一緒だと思うんですけど。まあでもこまめに自分の好きな時間、このプライベートの時間って形で、私だとサウナに行ったりとかするんですけど。そうなんですよ、結構サウナハマってて、なんでそういう感じでちょっとリフレッシュタイムっていうのは意識して作るようにはしてますかね。そう、なかなかね、自営業は本当に365日仕事みたいなところがあって、今年の目標は休むっていうことですけど。素晴らしいです。なかなか全然休めてない。あ、休めてないですね。全然休めてないじゃんみたいな。旅行が好きなんで、旅行に行くのはこう、MP は回復するんですよ。ただ HP が減るんで、HP を回復させる休みもやっぱちゃんと作んないといけないなとはちょっと思ってる2024年でございました。何もしない時間というか、そういうの本当に体を休めなきゃですよね。なんかその完全オフな時になんか好きなこととかあります？なんかサウナ以外。サウナ以外、そうですね、私結構アニメ見るとか本当好きでやってたんですけど、最近はすごい古いアニメ、悠々白書とかめっちゃ見てます。僕もアニメは大好きで。あ、本当ですか？もうアマプラをひたすら見てるっていう感じなんですけど、本当オフの時はなんかそういうアニメ見たりとかしてるんですけど、おすすめ、今一押しはじゃあ何ですか？今一押し難しいな。でも私そんなめちゃめちゃ追ってるわけではないんですけど。めちゃめちゃって感じですか？いやでもなんかそういう昔のアニメとか、なんか名前は知ってたけど、あ、見てみたらこんな感じなんだっていうのが結構あったりして、あと漫画とかで最近静かなるドンめっちゃハマってるんですよ。めっちゃ渋いな。いやすごい面白いなと思って。僕読んだことないんですけど。あ、本当ですか？あれちょっとハマりますよ。本当ですか？めっちゃ読んでます私。という天猫さん。これで締めていいのかっていう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、天猫さんのチャンネルにもワンソクチューブちょっと出演させていただいてますので、はい、そこでもまたこういうクロストークがきっと上がるんじゃないかと思いますので。そうですね、裏話をちょっといろいろとお話ししていただいて、はい、そういうのも上がってると思いますので、天猫さんの、YouTube のリンクは下の概要欄、そしてエミネットのね、商品のリンクも貼っておきますので、ぜひズボラ選手と合わせてチェックしてみてください。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って手伸ばしていきましょう。それではあなたの物欲シリーズ、車価値はワンソクチューブと天猫さん、はい、次回もお楽しみに。バイバイ。